第13師団は、第2本帝国陸軍の師団の一つ。日露戦争中の1905年と、日中戦争勃発後の1937年に、編成された。日露戦争末期の1905年4月、従来の師団すべてを動員したため、本土中流師団がなくなる事態となった。そこで、第13師団を含む4個師団が創設された。 アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトの意見を受け、日露戦争の講和を有利に運ぶために、カラフト占領を決定、第13師団が投入された。独立第13師団として編成された師団は7月7日に、カラフト大泊軍深海村女霊に上陸すると、北上を続け、8月1日には中カラフトロシア軍が降伏したため、占領を完了した。 その後、講和条約であるポーツマス条約が締結された。これにより、幕末から明治維新にかけての不平等条約で創出したカラフトの南部、すなわち南カラフトは日本領に復帰した。旧陸軍第13、師団司令部 A モー旧陸軍第13、師団長官社長岡外氏の銅像1906年、第13師団が常設師団として、 新越地方に設置される方針が明らかになると、高田氏が積極的な誘致運動を行い英術となった。高田、柴田、松本に、不評連隊、おじやに、公平大隊が配置され、高田には、連隊区司令部、憲兵分隊、英術病院など、師団の機関部隊が配置された。また、高田市の周辺に、中田原連兵場、藍塚射撃場、 関山演習場が設定された。1908年11月6日、師団司令部は高田新庁舎に移転。1913年4月12日、師団司令部は満州療養に移転した。1915年6月3日、師団司令部は高田市に帰還した。師団はその後朝鮮中東を経て1920年のシベリア出兵に動員された。 1923年の関東大震災には救援部隊として東京に出動し警備任務に従事した。しかし、対象年間には続く戦役によって政府は財政難となっており、1925年に加藤公明内閣で行われた諸位、うが軍縮によって4個師団の廃止が決まり、第13師団も第15、第17、第18師団と共に廃止された。 余談として、1910年より、小解析が、野戦砲兵として一時期、在籍していたことがある。また、長岡外史が、第13師団長だった1911年1月12日、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人だったテオドール、エイドラー・フォン、レルヒ少佐から、師団のスキー選手員に、スキー技術を伝授された。後地に建てられた、記念碑日に中戦争が勃発すると、 日本本土から次々と師団が中国大陸に派遣され、同時に従来の常設師団から新たに特設師団が編成された。第十三師団も九百三十七年九月十日にルス第二師団の担当で復活し、上海派遣軍司令官松井岩根大将の要請により、第九師団及び第百一師団とともに第二次上海事変の増援軍として、 上海戦線に赴いた。上海戦の後は南京攻略戦に投入。1938年2月14日には新設された中止な派遣軍戦闘序列に編入され、助手改戦を戦い、7月4日には第2軍に編入武漢作戦に参戦した。その後11月9日に第11軍に編入され、中国戦線での様々な作戦に参戦した。 太平洋戦争開戦後も、第11軍令下下中にあり、1944年には、大陸脱作戦、第2弾の小桂作戦に参加して、厚生省に進行、9月11日に全県を攻略し、11月1日には、ケ林台に、第三3飛行場を占領、一時期収章まで進出し、12月2日には、独産を占領した。作戦終了後は、 第11軍司令部の置かれた、琉州の西側のよろし山方面の警備を担当した。なお南側の南寧方面は、第3師団、北東側の京林方面は、第58師団が担当した。1945年になると、戦局の変化から、厚生省方面の日本軍は、撤退を開始、4月18日に、第3師団と共に、品派遣軍直轄師団となり、 南京方面に向けて移動中古南省調査で終戦を迎えた。師団は当初、不評第65連隊、不評第104連隊、不評第58連隊、不評第116連隊を霊下に持つ4単位師団として編成されたが、1942年12月には、不評第58連隊を第31師団に転用し、3単位編成に改編された。 新潟県上越市に当時建設されていた場所から移転された旧師団長官社がある。師団長官社が現存しているのは第13師団長官社と第8師団長官社の2つである。ありがとうございます。